どうも皆さんごきげんよう、ノーキンハンクと申します。よろしくお願いします。はい、ということで花粉がやばいですね。本当にようやく喋れるようにはなったんですよ。昨日ぐらいまでね、もう喉がイガイガしすぎてて何言ってるかわからんような状態だったんですよ。で、俺がね、日本最速で花粉症かかりますし、世界一症状がよく出るんですよ。だいたいこの時期になるとハンク一族の中から 2,3 人ぐらい死者が出ると言われてるんですけども、今年は出ませんでした。はい、でね、ちょっとリアルが忙しくなりすぎて動画投稿もね、かなり少なくなってきてたんですよ。というのもね、俺自身がかなり特殊な仕事をしておりますんで、ちょっと YouTuber さんたちとの、コラボとかしてたわけなんですよね。ちょっと名前とか、ゲームチャンネルやってるとかっていうのは全て伏せてるんですけどね。はい、ということで今回ヒーローズで炎帝が実装されたということなんで、なんか呼ばれたような気がしました。重装マスターの俺がね、やっぱりここは使っておかないといけないなという感じですんで、今回炎帝ね、ある程度改造して、使っていきたいと思います。今回こんな感じに改造してみました。もうね、使えるところはもう一箇所ですね。はい、闘技場です。それ以外特に使うとこないのかなという感じですね。というのもね、やっぱり緑の斧の重装っていうのは激戦区で、もうこれ使うんであれば他のキャラ使った方がいいんじゃないのかなっていう感じがまずしました。で、闘技場で使うということなんで、相手が重装多いと思いますんで、キャンセルの斧からハンマーに変えてきました。そしてスキルはね、遠距離反撃、迎撃体系、攻撃の支援というね、重装のハッピーセットをつけてきました。これつけておけば、問題ないかなという感じですね。もう、これだけでもう完成されます。はい、ちょっとスキルは重いんですけどね。今回この炎帝を使って、闘技場でね、ちょっと遊んでいきたいと思います。それではやっていきましょう。レディゴー。はい、じゃあまず1戦目、すごいキャラ愛が強そうな人と当たりました。見ていきましょう。これが伝承ヘクトルが10凸で、これが初代ダンボールヘクトルが10凸で、総選挙ヘクトルが10凸そしてバレンタインヘクトルが10凸ですね。すごいな。はい、この人がブーツを履いているという感じですね。とりあえずじゃあ突っ込んでいきますか。はい、はい、こんな感じで誰から仕留めていこうかな。この人は、この人を受けてみましょうか。防御床の上同士で受けた時にどうなるかですよね。はい、とりあえずこれで受けていきましょう。さあどうなるでしょうか。あ、勝て、あ、惜しい、惜しいな。これギリギリですね。これ、あ、いいダメージ通してますよ。はいはいはい、 OK ですね。とりあえずじゃあ倒しておきましょうか。ちょっと天空がすごくもったいないですけど、しょうがないですね。はいはいはい、やっぱりハンマーが有効ですね。はい、じゃあこんな感じで、さあ次はくっつきましたね。重装の行軍持ちは、あれ、行軍持ちいないんですね。これ一歩ずつ降りてくる感じでしょうかね。じゃあちょっとこんな感じで、はい、さあさあさあ、多分ね、総選挙ヘクトルは何の問題もなく倒せると思いますんで、バフなしで、じゃあここでも待機しておきましょうか。はい、待ち構えます。でね、炎帝のいいところは HP が高いので強行の奇策をほとんど受けないですね。はい、 OK、 ワンパンですね。やっぱ緑じゃない、青相手だったら結構余裕かな。はい、じゃあ次はここかな。はい、こんな感じでどうでしょうか。さあバレンタインヘクトルは受けることができるんでしょうか。おお、いいダメージですね。50、いいよいいよ。ただね、やっぱりこう相手が守備体系でこっちがね迎撃体系つけてても、次は速さがね勝負になってくるんですけども、炎帝が速くないので追撃が出ないんですよね。そこがちょっと残念かなというところですね。はい、オッケー。さあこれは結構簡単に倒せそうですね。はい、これね、強行の奇策ありますけどね、炎帝の HP がすごいですね。このヘクトで56あるんですけど、うちの炎帝57ですからね、強行食らわないです。いい感じですね。はい、そこがまず一ついいところかなという感じですね。はい、受けていきます。
受け振れもします。はい、いいですね。ワンパンですよ。天空も出ますんで、かなりのダメージが出るんじゃないでしょうかね。はい、76、いい感じですね。はい、とりあえず1戦目はこんな感じでございます。はい、じゃあ次やっていきましょう。ちょっと面白そうなパーティーと当たりましたね。はい、ケンプフ10凸で、エリウッド10凸で、キュアンが10凸で、スリーズ10凸ですね。馬が好きなんでしょうか。さあ、ちょっとこっちはね、防御床に頼っていきましょう。でないと多分無理ですね。はい、こんな感じで、さあ突っ込んでくるでしょうかね。おお、おお、なるほどなるほど、ダメージが出せない。ケンプフが強い。いいね、ケンプフすごいよ本当に。はいはいはい、なかなかケンプフ需要あるんじゃないですかこれ。耐えてるだけで特にダメージを出せない。ケンプフってそんなに強いんや、すごいですね。皆さんケンプフおすすめです。はい、じゃあ次にですね、こんな感じのちょっと遠距離攻撃パーティーと勝負していきましょうか。はい、レイギャルンが10凸で、アクアが10凸スラシルが10凸で、ロイが10凸ですね。無理かな。で、今回なんですけども、一応のことを遠距離防御、持ってきました。このアクアのポジションがすごく邪魔ですね。ちょっと怖いんで、どうしようかな。ここでバフかけて、こうして、ここで待機しときましょうか。はい、こんな感じでどうでしょうかね。さあ、どこまで動いてくるかがわからん。あー、なるほどね。なんとなくいけてる、いけてるいけてる。はいはいはい、スラシルはなんとか力ずくで倒せたという感じでしょうか。オッケーオッケー。さあ、あー、どうしようかな、これ怖いな。下がるか。この世界は、ちょっと攻撃範囲がやばそうですね。こうして、こうして、こう、これどうでしょうかね。これでちょっと耐えてみましょう。オッケーオッケーオッケー。アクアが先に飛んでくるなら問題ない。これで動きが読みやすくなりましたね。はい、まあ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 、相手も青なんでね。まあ、とりあえずレイギャルも問題ないよという感じですね。はいはいはい。さあ、このロイよ、ロイ、このロイ倒せる？ロイを倒せるかどうかですよね。ここ逃げ道がないんよな。ちょっとバフなしで頑張ってもらおうか。はい、さあ、受けブレムができるんでしょうか。うわー、結構厳しい。あ、でも天空出たら OKOKOK。 あ、いけるいける、いけますね。まあ防御か乗ってますけどね。はい、まあ、あ、待ち伏せ、危なちょっと待って、全く見てなかった待ち伏せ、怖。はい、ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、ちょっと遠征使ってみた感想なんですけども、もうはっきり言いますよ、もうキャラ愛とか全て抜きにしてめっちゃ弱いです。はい、まず弱い点いっぱい言っていきます。まず重装の斧、緑ですね、はその枠はね、激戦区です。はい、なんていうんだろう、2番手3番手にも入る感じは全くしませんでした。はい、で次ね、ステータス、まあ HP 高いのはいいんですけども、 HP が高くしてる分ね、守備魔防が低いです。で、無駄に振られてる速さ、これもうちょっと切ってればね、良かったんですけど。で、攻撃力56、もうこの時代ね、ダメージがなかなか通せません、56ではね。バフかけたところで62じゃないですか。で、60超えてくるキャラっていうのはもう歩行でもね、もうある程度出てきてるんですよね。だからね、どっちかに特化してほしいかなっていう感じでしたね。もう守備が思いっきり高いのか、攻撃力がめちゃめちゃ高いのかっていう感じで。で、選ばれたのは HP でしたね。HP は今のところそんなに重要視はされないですよね。まあ、動画でもありましたように、強行の奇策がね、まあ、受けないだけで、まだいいかなという感じなんですけど、さすがにね、ちょっとステータスは、微妙でした。で、あとはね、武器スキル。専用は何一つなかったので、
この時代専用スキルがないともう無理です。で、ぶっちゃけこの動画で収めてる映像は成功シーンだけをね、まあ、ほとんど載せてるわけなんですけども、まあ、これ撮るだけにもう何回もやられました。伝承のクロムいるじゃないですか、青い弓、あれパッキンされたらもう終わりますから、本当に属性無視でやられます。で、赤魔法、はい、それももう完全に焼かれます。うん、もう無理ですね。さすがにお世辞でも強いと言えませんでした。で、 A スキルに遠距離反撃つけてるわけなんですけども、ぶっちゃけこれもね、両方受けようと思ったらもうこれも間違いですね。もう近接なら近接だけに特化するようなスキルをつけるべきですね。まあもったいないかもしれないんですけども、混合の構え4とかね、まあ、そういうのをつけておくと、まあ、近接強くなるのかなと思うんですけども、まあスルトでよくねって思いますよね。